ゴロリコンくん、はい、今日で夏休みは最後だけど、はいはい、今年もまた絶対に作ってはいけない夏休みの工作を教えるよ。やったーい。動物用の天下でも作ってくれるのかな。うふふふ。そうだね、馬用の天下とか象用の天下とか、うわい、あとはゴロリコン君用にロリコンの形をした熊のね天下とかね。って違うだろうがよ。なんだ違うんだね、残念だな。今年作るのはね、絶対に作ってはいけない食品サンプルだ。やったー。まずは段ボールに円を描き、はいはい、それを切り抜き、その上からまばらになるように木工用ボンドを垂らすんだよ。はいはい、こういう風にね。完成、雪の宿だよ。うわい、そっくりだね。甘じょっぱさがたまらないロングセラーなお菓子だよ。でもなんでこれが絶対に作ってはいけないの。木工用ボンドは乾いたら透明になって、雪の宿ではなくてただの鼻水垂らしたせんべいみたいになっちゃうんだよ。うわい、その通りだね。でもアダルトビデオで使う技術精神にも見えちゃうね。うふふふふふ。わからないでもないよ、それは。元シルダンユだからね。うわい、そうだったね。伝説のシルダンユだったね。そうだね、7発までは連射可能だったからね。うわい、でも今のジルジルさんのスティックのりは腐ったバナナよりもふにゃふにゃだもんね。イエスタカスクリニックって言わせんなや。うふふふふふ。つべこべ言わずに、家石田のメインチャンネル、サブチャンネル、そしてゲームチャンネルの登録の方よろしくブス。お知らせです。ずいぶん前になりますが、ブスーパーのトートバッグが発売されるかどうかっていうのをやってましたけども、実際発売することができました。購入したいっていう方はね、家石田さんのツイッターの方に連絡ください。購入先を教えます。そんだけ。